ノエシャン、ノエシャン近いね。どうしたの？ノエシャン、あー、ノエちゃん、なんでそういうことすんの？我が家ではこちらね、5匹のモルモットみんな家族なんですが、家族なんですが、ちょっとね、ノエちゃんが最近暴れん坊すぎてですね、兄弟のタルちゃんにも攻撃するようになってしまいました。今みたいな追っかけっこ程度だったら全然いいんですけど、最近はですね、レトちゃんをねだいぶ攻撃してしまいまして、レトちゃんがねちょいちょいかさぶたができるぐらい怪我をしてしまうようになりました。で、もともとはねこの5匹のボスはカフェくんだったんですけど、今見てもらったらわかるんですけど、レトちゃんはね今みたいにビビり散らしちゃっててかわいそうなことになっております。レトちゃん怖いね。カフェくんがボスだったんですけど、ボスもね手に負えないぐらいの存在になってしまいました。のいちゃん、のいちゃんらららこんな感じで、のいちゃんが来るとみんな毒起こる、カチカチする、そんな感じになってしまいます。基本的にはね、モルちゃんのオス同士はなかなか同居できないんですけど、家族だとね同居できるパターンがありまして、今まで5匹で一緒に暮らしていましたが、カフェくんがね右耳ちょっと切れてしまうぐらい怪我をしてしまいました。まあ、こんな感じでもう仲が悪い、レトちゃんも怪我しちゃって、オレくんは怪我はないんですけど、やっぱりねビビり散らしてます。なので、モルちゃんですね、一度離してしまうともう一緒に暮らすことはほぼ無理になってしまうんですね。なんでしばらくこの黒いケージから出して、モルモット広場、こちらの広場で何日か様子を見て、またね黒いケージに入れたりとかしてたんですけど、やっぱり今の感じを見るとノイちゃん大暴れしそうな感じがしますね。ノイちゃんはね人にはすごい甘えん坊なんですけど、モルモットにはねなぜか厳しい子ですね。レトちゃんはもうこれビビってます。ノエちゃんの様子をめちゃめちゃ伺っております。ノエちゃんがそばに寄ってきたら猛ダッシュで逃げる、猛ダッシュで逃げるね。怖いね、怖いね。ということで今回は残念なんですが、一人暮らし始めます。イエーイ、イエーイではないかもしれないんですけど、一人暮らしさせることにいたします。お家を購入しましたので、そちらを開封していこうと思います。うん、こんな感じでねすっと威嚇しちゃう。怖いね、カフェくん。おはもる、どうも、紅茶ガーデンです。はい、ということで今回なんですけども、モルモットのお家を新しく購入いたしました。ノエちゃんがまさかのね大喧嘩、男なんでしょうね、男の子なんです。うちのモルちゃんはねみんな快適に暮らしてほしいのでね、新しいケージをこちらにじゃじゃーん購入いたしました。じゃ早速開封していきます。思ったより大きいですね。まあ今回は長年モルモットを飼ってる私としてはおそらくいいんじゃないかなっていうものを購入してみました。やっぱりいいのって言ったら安全でペットシーツとサイズが合ってるもので、入り口が大きいものが個人的にはいいかなって感じてます。それにね理想に近いのはこの
ケージかなと思って購入してみました。使ってみないとね、まだ何とも言えないんですけど、今回購入したものがじゃかじゃん、こちらになります。サンコーさんのシャトルマルチ R85 というものを購入いたしました。メイドインチャイナでございます。サンコーさんのシャトルマルチは他のね、ケージ、この青いやつでも使ってますし、あと白いのもそうだね、使ってます。めっちゃでかい。はい、こちらです。じゃかじゃん。これが幅、横幅85センチ、奥行き48センチの高さ42センチのケージになります。モルちゃんね、60センチでもいいんですけど、個人的には90センチあったらちょうどいいかなって思ってます。じゃあこちら早速組み立てていきます。多分スノコがなくて一番大きいのってこれかな。で、あと上にね、蓋がちゃんとついてるものですね。14,870円ですね。よいしょー、わお、大きい。で、あと天井をつけて、イベントとかに行ってみて、これに入れて販売されてる人を見たんで、あ、こんなに大きいシャトルマルチあるんだっていうの気がついて調べて購入いたしました。うん、はい、完成しました。かなり大きいですね。入り口も広々としてて、モルちゃんをこうやって抱っこする時もモルちゃんがね、この入り口にぶつからなさそうですね。じゃあペットシーツとはどうか相性を見ていきたいと思います。ワイド、こちらのペットシーツ1枚と、あとこちらのレギュラーサイズ1枚でちょうどいい感じになりますね。これがね、またね、微妙なんですけど、できればワイドがこうやってね、縦で2枚入るとちょうどいいんですけど、こうやってね、若干余ってるとやっぱりモルちゃんピッペ返すし、噛む原因にもなってしまうんで、モルモットにちょうどいいケージって売ってないんですよね。折り曲げて使う感じですかね。まあ、若干手間になってしまうんですけど、ケージのサイズとしてはこれが一番いいかなって今のところ思ってます。何かね、他にいいケージがありましたら教えていただけると嬉しいです。じゃあ早速こちらにモルちゃん入れていきます。太顎を今放し飼いにしてるんですけど、めちゃめちゃザリガニ見てます。はい、ということで実は引っ越すのはこの3匹になります。よし、じゃあみんな行きましょう。はい、ぼっぽ。はい、みんな行きましょう。はい、ぼっぽ。はい、ぽっぽっぽ。はい、ミルシャン。はい、ミルシャンも。ぽっぽっぽ。ぽっぽ。はい、ミルシャン。はい、よ。ああ、もうおしっこしてる。で、ロフトを入れます。このロフトもね、上から簡単に楽々と入りますね。そしたら第2のロフトも入れていきます。 OK、 いい感じですね。隅っこにちょうどっぽいんで入れていきます。よっ。いいね、大きくなったね。いいね、じゃじゃじゃん。いいね、よいしょ。ここに入るかな。できればね、男の子ちゃんたちと、まあ元に戻れる確率はほぼほぼないんですけど、万が一のことを考えて、このチモシーどかしてここに置こうかな。ここチモシー食べ放題にしてて穴開けちゃったんですよね。
よし。そしたらのえちゃんちをこちらに置いていきます。お、これは結構ギリギリかもしれん。あ、ぴったりじゃん。ぴったりじゃないですか。後ろ側はなんかペットシーツとか物置にしようかな。お、ペットシーツもぴったりですね。恐ろしい。今ね、これ干してますお掃除して洗濯して干してます。のえちゃん、のえちゃんお家できました。のえちゃんは結構凶暴なんですけどね、ぷい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 泣いてね、甘えん坊さんなんですよね。怖いもの知らずだからね、のえちゃんはね。はい、じゃあのえちゃんを入れて OK。 なんでのえちゃんの新しい家を買ったというよりは、こちらのねラテちゃんたちのお家を買った感じになりますね。で、待って、これスロープないとお外出れないね。結構高さあるね。階段ないと怖いね、これじゃあね。基本的には誰かのお家を放し飼いにしてますね、うちは。で、3畳ぐらいの広場で遊ばせてる感じになります。で、一回私はね、ここでね、このタイプですね、このタイプのケージでモルちゃんがピョンって外に出た時に爪をね、挟んで爪をねなくしてしまったことが一回あったので、こんな感じでタオルをつけてます。背が高いね。とりあえずこれつけて、なるべく端っこにつけて、洗濯バサミしかない、洗濯バサミつけて、こうやっとこうかな。ね、広くなって落ち着かないね。で、チモもたくさん入ると。で、あとは給水ボトルをつけていきましょう。新しいお家ですけど、あまりにもねビビってたらご飯食べないんですけど、ちゃんとみんな食べてますんで大丈夫そうですね。チモうめえなね。チモ1位ね。ということで、シャトルマルチ 85R の紹介でした。もしいいなと思いましたら購入してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。他にもね、モルモット以外の生き物もたくさん飼ってます。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。